オフは、オーストリア・ハンガリー帝国の貨物自動車メーカー。一般的に、オースターライキシアウストロ・フィアットとして知られる。現在は、マントラックバスグループの企業となり、MRN トラックバスエース・タライヒ、有限会社名義で、少数の特殊自動車や大型の軍用車両製造を行っている。オフは1907年、イタリアのフィアットによって、アウストロ・フィアットとして設立される。 1908年に、ウィーンに建設した新工場において、従業員50名で製造を開始しており、1911年に、フィアットモデルに類似した4トントラックを製造している。1925年、アウストルフィアットブランドの使用期限を迎えたことにより、社名をオフに変更している。フィアット社の販売が他社に引き継がれたことにより、アウストルフィアットも、アウストロダイムラー、 プフとの提携を行っている。ダイムラーとの工場では乗用車とトラックの製造を行っており、プフとの工場では二輪車と自転車の製造が行われている。1927年にアウストロダイムラーの株式がすべて売却され、合弁事業は解散した。1936年、ドイツのマンエスイーとディーゼルエンジンのライセンス、生産契約を締結。この契約により、 マン ASE はオフの株式の過半数を取得したことでマンの参加企業となっている。なお、この買収によりフィアットは持ち株比率を15%にまで低下させている。第二次世界大戦中はナチスドイツにより併合されたことでマンのエンジンが搭載された軍用トラックの製造をフロリズドルフ工場で行っている。対戦後、フロリズドルフ工場は ソビエト占領地域にあったため、戦争賠償として製造されたトラックはソビエト、連邦向けに出荷が行われている。1995年、オーストリア共和国として樹立し、賠償が完了したことでオフの株式72%がオーストリア共和国の財産として行政下に置かれたことで、国有企業として製造を再開。1960年代後半に、 オーストリア軍向けの軍用トラック、フザーの開発を行っているが、オーストリア軍は最終的にライバルであったシュタヤ・ダイムラープフが開発したピンツガウアーを採用している。しかし、一般市場では、オフ、トルナードが1960年代と70年代に、かけオーストリア国内で最も販売されたトラックとなっている。1958年のモスクビッチを皮切りに、オフワラーダ。 ギャスなど、ソビエトロシア製自動車の西側における輸入販売代理店としての機能も果たしており、1982年にはシュコダオートの販売代理店契約も結んでおり、1988年にはアメリカのクライスラーとの契約も結んでいる。1970年に民営化されたことでマンはグラーフシュティフトと合併させたことにより、オフ GRF& シュティフトに社名を変更。 1971年に万に吸収合併され、京万トラックバスグループ企業として万製品の販売や特殊自動車並びに軍用車両の開発と製造を行っている。ありがとうございます。